フロンターレサポーターの皆さん、こんにちは。高階ありさです。今シーズンいっぱいでファイフロ MC を卒業することになりました。先ほどファイフロのオンエアでも発表させていただいたんですが、私は3年前ですね、3シーズン MC をさせていただいたんですけど、3年前始まった頃はサッカーのことが何にもわからなくて、正直フロンターレっていう名前しか聞いたことなくて、どんなチームなのかっていうのも知りませんでした。で、最初は90分サッカーを見るっていうのがやっとで、どういうふうに試合後インタビューをしたらいいのかっていうのもわからず、戸惑うこともあったんですけど、選手の皆さんには本当にちょっと負けた後の試合でインタビューに答えづらいであろう時にもしっかりと対応していただいて、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。で、砕けたコーナーの時には本当にフロンターレらしさ全開で来てくれたので、本当にたくさん選手の皆さんに助けられました。で、何よりサポーターの皆さんには本当に感謝しています。このサッカーを何もわからないただの女の子をここまで日常生活にフロンターレがあるっていう状況にして、それがどんだけ幸せかっていうことを教えてくれたのも本当にサポーターの皆さんです。多分フロンターレに携わってなかったら、私はこんなに嬉しいっていう気持ちとか悔しいっていう気持ちを知らず、ここまで、みんなで一体になって応援する、一つの目標に向かって応援するっていうことの喜びっていうのを多分知らずにいたと思います。もう本当にこの3年間は今後の人生を振り返った時にも、今後宝物ですごいこんなに貴重な時間はないなっていうふうに実感しています。まあ昨日ちょっと、先ほどさらっと番組でも発表したんですけど、シーズンがまだ続くということで、最後まで、皆さんよろしくお願いします。そしてまだ明日、ホーム最終戦があるので、寂しい感じで卒業発表した後寂しい感じで皆さんとお話しするのは嫌だなと思って、今自分の言葉で喋ってるんですけど、もちろん寂しいです、はい、寂しいんですけど、あと来シーズン以降もファイフロー MC という形ではなくなりますが、一フロサポとして皆さんと一緒にこれからも応援したいと思うので、よろしくお願いします。今日はね、もう笑顔でとりあえずはこの動画を締めたいので、明日皆さん明るくお話ししてくれれば嬉しいです。何より、ホーム最終戦ということで勝利できるように最後まで共に戦いましょう。それでは皆さん、また明日お会いしましょう。バイバーイ。